女性は徴用の対象になってないんだよ。調べてください。これ徴用の対象になってたのはね、朝鮮の、ね、男性のみ。それも実質ね7ヶ月間だけなんだ。1944年の7月からね、1945年のね3月まで、3月以降アメリカ軍がね無差別爆撃やってくれたおかげでね船が出せなくなったんだ。実質7ヶ月間日本にね徴用できた人間、朝鮮人ってのはね約20万人、20万人しかいない。残りの200数十万人はね自分の意思で日本に来てる、自由渡航って言うんですこれをね。そしてね、その20万人徴用できた20万人の中に女性は一人でも含まれてない。はっきり言えば炭鉱労働にもね使えないからですよ、重労働に使えないからですよ。だから朝鮮の女性はね当時朝鮮半島で女工さんとして働くことになってる。これは日本でも同じだ。これ明らかに嘘じゃないですか。徴用というふうに命名しているわけではなかったので、でもこれは嘘ですね。ストーリーの中に登場する女性が、うん、いやだからストーリーうんぬんじゃなくて、これストーリー自体がこれ嘘ですよねって。嘘は良くないですよ。だって女性は連れてこられてないんだから、うん、嘘じゃないですか。またこうやって一つねあなたたちの過ちが明らかになった。だからね専門家を前にして中途半端なね中途半端な答えしなさんな。こういうねデタラメな冊子を作って、内容的にこんなデタラメなものをねあなたたちが税金でばらまいて日本人の人権を侵害するから怒りに来たんだ。今一つ一つ私はね丁寧に説明した事実について。少なくとも自分たちがね勉強不足であることぐらいは認めるでしょ。内容について理解してないんだから。自分が理解できないものを冊子としてねこうやって出すことはどうなんですか。今更回収しろったってこれ物理的に無理でしょう。一番最新号で18年とか書いてましたからね、もう4年も経ってる。であればねあなたたちは人権家なんだからホームページを使ってね我々が出した冊子の中に誤りがありましたと、これきちんと出さなきゃいけない。過ちを過ちとして認めなきゃいけない。これを放置することの方がよっぽど問題なんですよ。人権家でしょ。ここ日本国民の人権守るんでしょ。朝鮮人の人権守るとこですか。ここ違うでしょうよ。朝鮮人とおっしゃいますけども、まあ、全ての方の人権を守るっていうのは、あなたたちは日本国の公務員だ。日本人の人権を守らなきゃいけない。そう、もちろんそうです。外国人の人権ってのは2の次3の次だ。そうです。全ての方の人権を守るというのが全てじゃない、2の次3の次です、うん、まず日本国民の人権、 その日本国民の人権が侵害されたから今こうやってこう来てるんですよ。それ分かりますか。全ての方の人権を、いや全てはいいでしょ。ちょっとまあね、我が国の憲法を見てもね外国人と日本人が同等なんてどこにも書いてない。判例を見てもそうです。ついこの間ね無年金訴訟の判決出ましたよね。その時なんて書いてあったか。限りある社会保障費はね日本国民を優先して使うのは当然だと。日本人の人権が優先されてるでしょ、権利が優先されてるでしょ。それが最高裁で確定したんですよ。当たり前のことです、こんなもの。その当たり前のことをね認識できないというのが問題です。問題だからこういうの出すんですよ。日本人の人権が侵害されてます。少なくとも私は今その根拠をあなたたちに示した。反論することありますか。何か今申し上げましたように、日本人の方はもちろんでございますけれども、すべての方の人権を侵害していない、尊重するという立場で、日本人のね人権が損で、その日本人の人権が侵害されているって今私訴えてる。それについてあなたたちどうしてくれるんですかっていう話なんですよ。うん、まあおっしゃること、人権が侵害されているとおっしゃることは私ども認めさせていただきますけれど。ただこの、記述につきましてはこの間の協議の方でもお話しさせていただいたように、皆様がどういう受け止め方がいろいろなっているかと思いますので、その曖昧な受け止め方がないような形で今後は記述をしていきたいと考えておりますので。今後じゃない、今後のこと言ってるわけじゃない。もうこれあなたたち出しちゃったんですよ。そうですよ、手返しとつかないことしたですから。これについてねきちんとね市のサイトにおいてね、あなたたちのサイトあるはずですよ、人権課の、うん、ね、あなたたちのサイトでこれ間違ってました、ごめんなさいって謝らなきゃ、正式にね。日本人の人権が侵害されて、あなたたち大体ね人権推進課とか言っておきながらね日本人の人権侵害してどうしますか。そうですよ、ね、いやこの中にひょっとして在日の人間いるの。いるんだったらちょっと出てらっしゃい、話聞いてあげるから。